端にセロテープを貼った画用紙を使います。ペンでクレヨンを使ってスクラッチをします。黄色、黄緑、緑、水色、青、紫、ピンク、赤、オレンジ、黒のクレヨンで上から塗りつぶします。マンダラテンプレート4番をマスキングテープで貼ります。竹串でテンプレートの形をなぞっていきます。テンプレートが浮かないように押さえながらなぞります。最後までなぞれました。削ったクレヨンの粉を落としてマスキングテープを剥がします。テンプレートを外しセロテープを剥がしたら出来上がり。